シャモセールはイギリス産のサラブレッド。競争馬としては1945年のセントレジャーステークスで優勝し、シュ馬としては1964年のイギリスのタネボバチャンピオンになった。本場のカタカナ表記については、シャモセール、シャモセア、チャモセールなどの表記が参見されるが、本校ではシャモセールで統一する。スピードタイプの品馬に、 ステイア決闘であるプレシピテーションを荒廃して生まれたシャモセールは当時のイギリスのクラシックを勝つための理想的な配合であると考えられている。本場の母スノーベリーは競争場時代にロイヤルアスコット開催のクイーンメアリンステークスなどに勝った快速場である。またその母ミロベラは1932年の2歳、ンバチャンピオンで3歳児には ジュライカップに勝っている。近親には2000ギニー優勝馬で4のリーディングサイヤーになったビッグゲームや4大母ゴンドロットからはハイペリオン、シックル、ファラモンド、モスボローなどサイヤーラインを伸ばした名馬が並んでいる。詳細はプリシピテーション及びプレシピテーション参照。プレシピテーションは典型的なハリーオン系らしく大型で万星のためクラシックシーズンには 間に合わなかったが、コバになって、1937年のアスコットゴールドカップに優勝した。種ボバになると、クラシック優勝歴がないにもかかわらず300ギニーという高額の種付け量を設定したが、すぐに数年分の予約が入るほどの人気となった。その初年度産区が、競争年齢に達する前に種付けされて、誕生したのが本馬である。プレシピテーションの初年度産区からは、 一流馬は出なかったが、2年目の3区からは、オークス優勝馬ホワイハリーが登場した。本馬は、ホワイハリーが、オークスに勝った年に競争年齢に達した。後にプレシピテーションの3区からは、多くの一流競争馬、成功守護馬が登場することになるが、本馬はその先駆けとなった。第二次世界大戦末期に競争生活に入り、戦時クラシックで抗争した後、 秋のセントレジャーに勝った。本馬の種付けが行われた1941年の春は第二次世界大戦の最中で、イギリスではロンドン大空襲やバトル・オブ・ブリテンと呼ばれるドイツからの空襲部隊との航空戦が繰り広げられていた。戦争の影響は競馬にも及び、イギリス全土で競馬は縮小の方向だったが、とりわけ本馬が誕生した1942年からは、 ダービーの開催日が移されるなど、影響が本格化してきていた。イヤリングセールで、バシュのスタンホープ、ジョエルの代理人、ウォルター・アールが、シャモセールを2700ギニーで購入した。スタンホープは、スイスのアルプス連邦の一つである、シャモセールさんから場名をつけた。シャモセールは、ニューマーケットのリチャード・ディック・ペリーマン長教師の、ボーホートハウス級舎に預けられた。 6月にノルマンディ上陸作戦があり、連合軍は戦況を大きく押し戻した。しかしドイツはロケット兵器によってイギリス本土への空爆を激化させ、ロンドンに近いエプソム、ドンカスター、アスコットの競馬場は閉鎖を余儀なくされた。この年のシャモセールは参戦2勝の成績を残し、フリーハンデではトップのダンテから7ポンド差の126ポンドで2番手の評価を得た。 三歳児は、初戦で、ハイピーク、ロイヤルチャージャーに敗れ三着となった後、二千ギニーに出走した。この年の千ギニー開催当日にドイツは降伏した。しかし、多くの競馬場はすぐに再開ができる状態になく、クラシックレースを含む多くの競争がこの年も、開催地を変えて行われた。二千ギニーは、いつもの直線路のローリーマイルコースではなく、従来コースで行われた。 本命のダンテにはアクシデントがあり、勝ったのはコートマーシャルだった。ダンテが2着で3着にロイヤルチャージャー、シャモセールは4着だった。次戦のダービーもニューマーケット競馬場で大体となり、2000ギニーと同じジュライコースで行われた。2000ギニーの4着馬はダービーに勝つというイギリスのジンクスを引き合いに出し、シャモセールの長距離適性に期待する向きもあったが、 下馬表通りダンテが巻き返して2着に2馬審査で優勝した。2着争いは接戦になり、シャモセールは頭差、首差で4着だった。シャモセールは夏にも出走し、プリンセス・オブ・ウェールズ・ステークスで、スターリング・キャッスルに次ぐ2着の後、キャベナム・ステークスで勝利した。夏には日本も降伏して、第二次世界大戦は終わったが、ドンカスター競馬場はすぐに競馬を再開できる。 状況になく、セントレジャーは、イギリス中北部のヨーク競馬場で行われることになった。戦争が終わったことで競馬の賞金は、以前の水準まで戻り、この年のセントレジャーの賞金は1万ポンドを超え、結果的にこの年の最高賞金レースとなった。ダービー馬のダンテがリタイアしたため、人気になったのはオークスで2着だったヒンバのナイシャプールだった。夏に敗れた。 スターリング・キャッスルが先頭で直線を迎えたが、シャモセールは残り1ハロンで先頭に立つと、後続を2バシンを抑えて優勝した。この後、シャモセールは14ハロンのジョッキークラブステークス、2マイルのジョッキークラブカップの両方で2着になった。コバになってゴールドカップを目指したが、結局出走しないまま引退することになった。シャモセールはニューマーケット近郊で種ボバになった。 三区には村があったが、晩年の三区に名馬サンタクロースが出て、その活躍によって種ボバチャンピオンの座に輝いた。シャモセールが種ボバになって、最初の活躍場は1948年生まれのルサージュで、1951年のサセックス・ステークスに勝った。その後、九百五十年生まれのアイルランドサ馬シャミエがアイルランドで活躍し、秋には、 アメリカ遠征をして、両席を残した。フランスでは1953年生まれのカンブルマーが、イギリス遠征を行って、セントレジャーを制した。イギリス産馬としては1958年に生まれた、ユアハイネスがアイルランドで高成績を残し、小馬になって、イギリスで、まずまずの成績を残した。後に、シャミーとユアハイネスは、日本へ種母馬として輸入された。 1961年生まれのサンタクロースは、イギリスサンバダがアイルランドに連れて行かれて、調教を受けた。2歳の頃から頭角を表し、翌年のイギリスダービーの本命馬と目されるようになった。サンタクロースは、アイルランドの2000ギリを足がかりに、イギリスダービーに向かい、人気に応えて優勝した。サンタクロースはアイルランドに戻ると、大幅に賞金が増えた。 アイルランドのダービーも勝ち、史上2頭目の AI ダービー制覇を遂げた。この活躍によって、シャモセールはこの年のイギリスの種ボバチャンピオンになった。サンタクロースは種ボバとして早死にしたものの、サンタクロース系と呼ばれるおじ系を築いた。シャミエは種ボバとして一定の成功の後、日本へ輸入されたがこれといった成果は出なかった。同じく、 日本へ輸入されたユアハイネスは、名品スターロッチに配合されて、品馬、スターハイネスを出した。スターハイネスは、繁殖品馬となって、子孫に、桜進撃、桜豊か王、桜スター王などを出した。このほか、日本のブルボンの決闘票で三代前にも登場し、日本の競馬に名を残した。A は、イギリス、I は、アイルランドを示す。 競馬サラブレッドの生産及び、英国競馬賞司、デニス・クレーグ・チョ、マイルズ・ネイピア海底・カイ佐藤正人役、中央競馬 PR センター間、1986、P173 から177ハットカルグリー、マイナー氏1945年6月9日付2013年10月26日、閲覧。Menu expect his combination to produce the derby winner. ハットブラッドラインファミリーライン 6E2014 年4月16日、閲覧。ニューマーケット競馬場公式 HP2014 年4月16日、閲覧。ABC カルグリーマイナーシ1945年6月9日付け。イングリッシュダービー2014年4月16日、閲覧。ザ・マーキュリーシ1945年6月11日付け。 ダンテズトライアンフインレコードダービー2014年4月16日、閲覧、ありがとうございます。